そうですね。テペさんも昨年も相手チームのベンチの中にいる川島慶三みたいですよね、はい。まあよく声はやっぱり聞こえてきてましたよ。はい、さあ、バッターレフトです。打球はそのままスタンドまで行った。川島慶三一振りはラクトスタンドへ、スリーランホームランになりました。移籍第1号。ベテランの人には大きな3点です。コンパクトに行きました、ね、行きましたね。これはびっくりしましたね。ユイラは全く合わずにふっと振り向いただけでした、はい、もう完璧でしたよね、はい、あの速いボールですが、右バッターなんて自分でこう少し食い込んでくるようなボールですよね、はいはい。だからまあ右バッターからするとね、ちょっと距離を取るのが難しいんですけど、はい、まっすらする分ね、はい。